魔女のたびたび、本当にこう生声感が溢れるね。こりゃすごいよ、なかなかできないよ。食べ物の美味しそうなアニメは必ず面白い。もう可愛いしか言えないや、語彙力。こんにちは、まゆまりかです。本日もアニメ語らさせていただきます。さあ、というわけで本日語っていきたいアニメなんですけども、本日のお題はこちら、じゃん。角川秋の癒し祭り。さあ、というわけで私まゆまりか、このねお祭りがね毎年楽しみで大好きなんですけども、まあこんなお祭りないんですけど、角川さんに本日はこう今日午後今日午後まずはですね、 GoTo トラベルとか GoTo イートとか経済回していこうぜみたいな感じの風潮になっておりますけども、旅行などは最近行かれていますか？そうですよね、なかなかちょっと行けないという方も多いと思うんですよ。ということで、まず一作品目は旅行に行った気分になれる、そんなアニメをご紹介していきたいと思います。そんなアニメはこちら、じゃん。魔女のたびたび。魔女が題材ということで、イレーナちゃんが使ってる帽子の遠近感どうなっとんねん。魔女のたびたびなんですけども、こちらの作品は主人公イレーナちゃんの出会いと別れの物語です。まあ、簡単に言うとイレーナちゃんの旅のお話なんですよね。主人公イレーナちゃんは若くして魔法使いの最上位魔女となった少女で、まあ、そんなイレーナちゃんが魔女を目指すきっかけは、幼い頃に読んだニケの冒険譚というね物語を読み憧れたという。このイレーナちゃん結構才女なので、他のね受験生があんまりにも弱かったのでみたいな発言をしてしまうほど、そんなちょっと自信家な主人公イレーナちゃんが紡ぐお話ということで、魔女のたびたびの魅力というか癒しポイントを本日はまとめてきましたので、ぜひご覧ください。魔女のたびたび 300% ポイントということで、まず一つ目は綺麗な景色。なかなかねこうアニメをご紹介するときに綺麗な景色がいいよっていう風にちょっと紹介することはないと思うんですけども、主人公のイレーナちゃんがメインキャラクターなんですけど、まあ、主人公って言ってますからね、主人公イレーナちゃんの旅のお話なので基本1話完結、次々と次の町へと旅に行くために固定の登場人物が少ないんですよ。いろんな景色が楽しめるし、こう旅番組のように一緒にねこう旅をしている気持ちになるっていうのが、なんかこの作品の一つポイントというか魅力なのかなって思います。でそのね旅の中でとっても綺麗な景色があったりとか、まあ、魔女のお話らしくこう空を飛ぶシーンがあったりとかで、こう髪のね躍動感というかふわふわ感がとても良いんですよ。あ、これまたちょっとイレーナちゃんの自信家ポイントというか、番組の冒頭だったり最後だったりとかに必ずとっても簡単なクイズがあるんですけど、この魔女の証であるブローチをつけ灰色の髪をなびかせて美しさと才能の輝きに思わず目テイク2、この魔女の証であるブローチをつけ灰色の髪をなびかせて、その美しさと才能の輝きに太陽さえも思わず目を細めてしまうほどの美女は誰でしょうか？そう、私ですっていう超とっても簡単なクイズが毎回入ってるんですけど、その時の空を飛んでるシーンの髪のね躍動がとっても良いなって思いました。そしてね、毎回なんだけど食べ物が美味しそう、超美味しそうなんですよ。私の中のこうアニメを見る基準の良作の基準として、食べ物の美味しそうなアニメは必ず面白い、大体面白いんですよ。特に私はシチューが美味しそうだなって思いました。ぜひそれはご覧になってシチューの作画の良さを確認していただければと思います。そして2つ目のポイントです。綺麗だけじゃないシナリオ。いや、これはもうねちょっとなかなかどうしてネタバレになってしまうのであんまり触れられないんですけども、魔女のたびたびらしい綺麗で感動できる話だけじゃないのが良さだなと思います。さっきイレーナちゃんがとても自信家でただ綺麗な女の子っていうだけじゃないっていうところに良さが詰まってるなって
思うんですよね。こう魔女のたびたびはずっとこうアナザースカイじゃないんですよ。ちょっと毒気のある話だったり、まあ、魔女だからね魔法を使うところとかがあったりとかでちょっとダークな話があるから次はいい話なのかなみたいな、視聴者側も物語の予想ができる、ちょっとそんなハラハラできる話があるところも魔女のたびたびの良さかなって思います。特に3話はね私的には結構これこそだって思いましたね。 PV とかのだけで見てると、あ、ネタバレですねこれ完全に。次のポイントに参ります。そして3つ目のポイントは主題歌。主題歌のセンスがえげつない、これすごいよ、感動しました。オープニングテーマを声優の上田玲奈さんが担当されてるんですけども、リテラチュアというね曲が、これがまたね超名曲、素晴らしいですよ。ストリングスとコーラスによるこう結構広がりのあるメロディーに対してなんか生音感あふれるレコーディングテイクを使われていて、でその上田さんの声優らしいというか演技力と表現力のある歌声がとってもね素晴らしく、イレイナちゃんが歌ってるのかなっていう風に感じ取れるような歌になっているんですよ。独り言をささやくような歌声で、特に好きなところがサビのね最後にね目が覚めたってあるんですけど、たのところの息がすごい、こりゃすごいよ、なかなかできないよっていう、いやオープニングすごい、本当にこのリテラチュアがマジで名曲、なかなかこう音をメロディーに対してちゃんと馴染むように歌ったりとかそういう風に後で加工したりとかはすると思うんですけど、本当にこう生声感が溢れるレコーディングテイクを使うっていうのは素晴らしいなって思いました。うん、めちゃめちゃ器用よ上田玲奈さん、器用、器用だなって感じられる、そんなオープニングテーマリテラチュアが素晴らしいなって思ったんですけど、さらに素晴らしいのがエンディングテーマが蝶々さんが歌われてるんですけど、これ灰色のサーガっていう曲で、オープニングテーマがイレイナちゃんをこうイメージできるような彷彿とさせるような曲だとしたら、エンディングテーマ灰色のサーガはこの物語を想像できる、そんな歌ですね。変拍子だと思うんですけど、その変拍子がミステリアスな感じをね出していて、でこう物語の魔女のたびたびという感じをとても感じますね。何言ってんだ、物語ともマッチしていてとってもお話が締まりますね。そしてあのイメージビジュアル映像も、風になびくイレイナちゃんの映像がなんか動きが少ないからこその良さがあるなって思いました。これもうね何話から見てもお話が分かると思うので、ぜひ何話でもいいので見ていただきたいなと思います。旅好きの方におすすめのアニメ、旅に言わされたアニメは魔女のたびたびでございました。さあというわけで、この動画が良いと思った方はグッドボタン、そうでない方もグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私今山理香アニメ 300% というニコニコチャンネルで番組をやっておりますので、続きがご覧になりたい方はそちらもよろしくお願いします。というわけで以上今山理香でした。